すぐにキレる彼氏と別れたい。匿名さん29歳、女性の方気に食わないことがあるとすぐにキレる彼氏がいます。飲食店などの店員さん、相手にも少しでも癪に触るとキレて暴言を吐いて帰るか、その空気のまま食事をすることになります。知らない人にも平気で切れますし、一度切れるとその後もずっと機嫌が悪く、やつ当たりされたり、不機嫌を撒き散らかします。撒、ま、き散らします。もちろん私に対してもそういう対応です。 暴言も吐かれますし、人間性も否定もされます。それっていわゆるモラハラだよと周りにも言われます。しかし分かっているのに別れきれません。彼の機嫌がいい時は王子様なのというくらいエスコートされます。店員さんにもこれは当たり前ですが、とても優しいです。知らない人からするとあんなに優しくて羨ましいと言われるほど外面が良いです。しかし、一度切れ出すとそんな感じだし、こういう性格が今後治るとも思,え思いません。 私はどうしたらいいでしょうか別れた方がいいというのは自分でも分かっているのですがという相談ですこれなんですが、うん、この返しめっちゃうざくないですか <laughs> もう無理ですよ <laughs> まず私的に絶対なしなのは自分付き合ってるね自分に対して暴言を吐いて 人間性も否定するここがもう一番私的には無理で、うん、これはもうモラハラだよっていうか無理だと思うんですやめた方がいいですねこの人はね。<laughs> でこの店員に対して尺に触ると切れて暴言を吐くかその空気のまま食事っていうやつなんですけどこれはね毎回暴言を吐いて帰るのがいいと思いますよ。うん、もうなんかこのそのの空気気ままだと気分が悪い と思うんで解決方法としては暴言を吐いて帰った後に別の店をちゃんとどっか提案するかなんかして行ってで筒がなく食事をすれば勝ちなわけなんだから、まあ、その時はそれでそういうふうに対応するといいんじゃないですかね。で一度切れるとその後もずっと機嫌が悪いっていうのは一回言った方がいいと思います。 あさそのさ、ずっとさ、切れた後機嫌悪いのめっちゃうざいんだけど、うちょっと勘弁して。怒るのはまあいいとして、あんま長引くのやめてほしいみたいな感じで、ちょっとはっきり言った方がいいんじゃないかななんて思います。で、これでやめてくんない人だったら、もうほんと付き合うのをやめた方がいいですよ。はい。うざい、うざいうざい要素が結構ある。<laughs> コメントでも分けられるしかねうでかいやその人のねこ,ここにのこのこ出てきといてあれですけど相談とかに乗れるタイプじゃないので <laughs> ただこれ最後自分でも分かってて答え出てますよね、うん、分かれた方がいいというのは自分でも分かっているのですが「うん、点点点点点点」点点の部分は。 牛島ささんん背中を押してくだいいが入るんじゃないですかもうあそういうことうんいやこういうのに別れ「別れろ別れろ」って言ってるとさ確かにちょっともうこの人たちの求めてることじゃないのかもなんて思ったこともあったんだけどまあ,あ分かんないから意外とね別れる気はないのかもしれないし、ね、これねダメだよこんなこんなねうざいダメダメやっぱ自分を否定してくる人といると運気が下がるしうん、うん、本当。 人間も変わっちゃうからよよくないコメントでアンガーマネジメント講習みたいなのを受けさせて治るかどうかだなってああ素晴らしいやっぱりこんなんさ受けてくれってさ言える言えるんだったらもうこんなことになってなさそうだけどあなたアンガーマネジメント受けてほしいんだけどって言いづらいもんなるほどね積もり積もってなのか最初からこうなのかで違いそうだけどだんもう もう限界に近いんだったらアンカーマネジメント受けてもらったほがいいんじゃないですかあとねあのこういうね切れるタイプの人はうちのね身内にもいた,こといたことがあるとかいるので分かるんですいるんですそういう人はでもやっぱ年取ってきたら落ち着く <laughs> 確かに、うん、なんか若くて体力があるとしょっちゅうしょっちゅう揉める 嫌みを言ったりみたいな感じですけど年取ってくるとなんか言う元気なくなるみたいで <laughs> 普通に粛々とご飯食べてたりするからそういうでもそんなね長く長く, <laughs> 長,く長く付き合うわけじゃないんだしこの人の強制なんかしないでも早く別れちゃうのがいいんじゃないですかって強制するのも大変だしあなたもそんな強い立場でもなさそうだし。うんこれあの し職業的に一番嫌だったのが飲食店の店員さんにも切れるっていうところでなんか店員さんに切れていいって思ってる人もう無理ですね僕、うん、上から出てもいいみたいに金払ってるんだからみたいななんかこっちは金払ってるんだからちゃんとしてもらわないとって思ってる人がもう分かるもうちょっと無理なので、うん、そういうのやばい。 やばいおじいちゃんになるまで待つのはってコメントがいやいやダメだめだめそんな人生をねこんな人とさ <laughs> がんばんなんかおじいさんになって元気なくなるまでなんて付き合いたくないでしょで <laughs> この人のいいとこ<っ>いいとこもうちょっと教えてくれないとだもう別れのとかしか言えない、ね、機嫌がいい時にもうまあしょうがないとか思っちゃうのかね,ね<う>王子様に見えるんですもんね んか可能性があるのではとか思っちゃってるのかねいやこのねでも飲食店の店員がピリピリしてるところとかはそれもそれでいやラーメン屋とかにある感じあとさお店の店主がバイトの子叱ってる店とか一番嫌ですね分かる飯が全然かるの嫌だね叱ってる時にバカ野郎みたいな系じゃなくてんか 冷あっ、まあ、バカ野郎だったらバカ野郎で一周して終わるならまだマシかもしれないそうそう結構長くあマニュアル理解できなかったかなこれでも大,いだ大事なことだからみたいな感じでや <laughs> <laughs> るじゃあ今出したのは出した途端に行ったからこれが失敗作みたいな感じでこいつ作ってたけど今みたいな失敗作 その理由を聞かされながら食うっていう,そう,そう,う,いう練習台にされるの嫌だよね練習台にされるの嫌 <laughs> 教えるのはまあいいとしてそうなんだよ練習台はダメだ <laughs> じゃあちょっと全然これに関してはもう別れろとしか言いようないんですけどコメントでもおじいさんになったらもっとわがままになるよあとさおじいさんになったらもう王子様じゃなくなっちゃうからね確かに。 そうだうーローシーとかになんかローーローー。ローシーと付き合っていたいかどうかじゃないですか、あとは。ローシーを付き合いたいでしょう。ローシーはいいかもちょっと。ローシーいいよね。